今日は天風大学の、プレゼンテーションにご参加いただきありがとうございます。本日はですね、こちら。私ども2人が、天風大学についてご紹介していきます。私は、ジャパンキャンパスですね、日本校のアドミッションカウンセラーをしております、三井です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。テンプル大学メインキャンパス T キャラコの服部です。よろしくお願いします。はい。では、今日はですね、私どもからのご紹介ということで、流れですけれども、こちらですね、テンプル大学の、いろんな、キャンパスがあるんですけれども、アメリカの本校キャンパスと、あと日本のキャンパスですね、日本校のご紹介をしながら、またその後ですね、今、高校生の方、これからすぐにまだ留学に行かないよという方ですね、今からでも始められる英語力アップのプログラムなんかもたくさんありますので、そちらをご紹介していきたいと思います。ではですね、まずテンプル大学について、ご紹介していきたいと思います。皆さん、テンプル大学、どこにある大学かご存知ですかね。こちらですね、テンプル大学はアメリカ、ペンシルベニア州の、フィラデルフィアという町にあります。東側ですね、ニューヨークワシントン DC からもバスで行けてしまうような、そんな距離感にあります。大学はですね、とても大きいです。で、テンプル大学って私立の大学ですかってね、思われている方多いかと思うんですけれども、違うんですね。テンプル大学はペンシルベニア州立の総合大学になります。で、1884年に一般市民へ学問の普及を進めるために、当時ですね、市民生活にとても密着した場でもある教会ですね、バプティストテンプルを利用して、創立されたというのが全ての始まりになります。今ではもう3万9千人を超える学生が通って、600を超える、学位取得のプログラムを用意している、提供するマンモス大学へと、発展していきました。で、こちらですね、大学院なんかもたくさんありまして、法律、ビジネス、芸術関係の分野もあれば、医療系大学院ということで、医学、歯学、薬学、看護学など幅広い専門プログラムを用意しています。で、大学付属のですね、病院があるんですけれども、そちらで心臓肺移植の権威として、心臓血管外科のチーフとして、日本人の先生も活躍されています。もう彼以外にもたくさんの素晴らしい先生方が、教鞭を取られている。そんな、点についても私ども誇りを持っています。皆さんはですね、大学で何を勉強したいか、もう決まっていらっしゃいますかね。テンプル大学の学部課程ではですね、専攻の数が160を超えます。もうここで学べないものはないというぐらい、もういろんなメジャーが揃っているんですね。で、一番人気なのは、やはり経営とかマーケティングとか、ビジネス関係の、学科になるかなと思いますね。で、あとコミュニケーションやジャーナリズム、で、保健、医療関係やバイオロジーの分野なんかもすごく人気が出ています。で、ちなみにテンプル大学の芸術、建築学部というのはですね、アメリカ国内でも非常に高い評価を受けておりまして、アート系興味がある方、ぜひですね、挑戦していただきたいと思います。はい。で、こちらね、今日ご参加いただいている方々は、国際的なプログラムとか留学に興味があってね、来られていると思うんですけれども、テンプル大学にはですね、アメリカだけでなく、日本とイタリアにも、キャンパスがあります。日本の大学でも、一つの大学が複数のキャンパスを持っていることがありますけれども、それと同じ感覚ですね。で、テンプル大学に入学をしたら、アメリカ、日本、イタリア、それぞれをですね、自由に行き来して、キャンパスですね。で、単位を取得していくこともできます。で、その他にも、こちら、50カ国地域ですね、もう世界中に海外留学の拠点がありますので、アメリカに留学しながらも、アフリカやアジア、ヨーロッパ、いろんなところに、留学してみるっていうのも面白いかもしれません。で、ここからはですね、ちょっと海外キャンパスの一つ、日本校について詳しく見ていきたいと思います。はい。
日本校ジャパンキャンパスはですね、東京都世田谷区大志堂にあります。で、最寄り駅は三軒茶屋駅ですね、渋谷から約2駅のところにあるんですけれども、三軒茶屋の駅から徒歩10分圏内にキャンパスがあります。最近昭和女子大学のすぐ隣に移転したっていうので、とても有名になりました。はい。で、学生数はですね、1300人を超えて、60カ国地域の学生がですね、共に学んでいます。で、今ですね、4割がアメリカ国籍、で、次の4割が日本国籍、で、残りの2割が58カ国地域の学生になるんですけれども、日本国籍であってもですね、ずっと海外で育った方、で、外国籍だけれども日本で育った方など、もう本当にいろんな方がいらっしゃるので、多種多様に富んだキャンパスの環境だなと思います。で、授業はすべて英語です。で、教職員とのコミュニケーションも英語になります。で、もうアメリカ本校とですね、同じそのクラス、カリキュラムをもう持ってきて、日本キャンパスでやっていますので、どこで学んでもですね、アメリカと変わらない教育環境が整っています。もうね、門をくぐればここは日本じゃないっていうような、環境ですね。インターナショナルな環境になっています。そして、日本校ではですね、じゃあ何が、専攻できるのか、メジャーが、できるのかというところですけれども、こちらですね、授業の、エリアから、分野から、メジャーをお選びいただきます。で、ここで面白いのがですね、日本の大学のように、この学科を専攻したい、ということで、受験、入学するのではなくてですね、こちらはですね、入学された後にいろんな学問に触れる機会を与えられるんですね。で、その中で、じゃあ、将来何を専攻しようかなっていうのを自分自身で決めていく、そんなプロセスになります。例えば入学した時に政治学に興味があって政治学専攻で入学したっていう方もいろいろ勉強する中でやっぱり国際ビジネスかもしれない、アジア研究かもしれない、そう思ったらですね、もう30分もかからないです。ペーパーワークですぐに専攻を変えることができてしまうんですね。で、複数のね、エリアに興味がある方だったら、ダブルメジャーとか、同時専攻ですね、あと副専攻なんかを組み合わせることによって、多角的な学び方も可能になります。なので、アートを極めながらビジネスを勉強する。あと、心理学と経済学を同時に専攻してしまう、そんな方もいます。なので、スターバックスのコーヒーのように、いろいろカスタマイズしながら、自分の学び方っていうのを、デザインしていく、計画していける、そんな、特徴もアメリカの教育のいいところかなと思います。で、アメリカに、進学される、アメリカのね、大学に進学するときに、ちょっと、心配になってくるのが、将来の就職のことかもしれません。で、こちらですね、テンプル大学ジャパンキャンパスではですね、アメリカの教育を受けながら、日本の就職活動の波にもしっかりと乗っていける、そんな、ポイントもメリットかと思いますね。で、アメリカの、美味しいとこ取りになるかと思うんですけれども、アメリカの大学でですね、しっかりと、専門知識を英語で学ぶことになるんですね。なので、日本語と英語の二刀流、かつ、専門知識を兼ね備えて、国際感覚も身につけて、就職活動に臨まれるということで、たくさんの先輩方、成功されています。で、ここに載っている企業名はですね、もうごく一部にしか過ぎません。で、日系企業、外資系企業、いろんな業界でですね、テンプルの先輩方が活躍されているので、これから、就職するよっていう方、入学するよという方、とても心強いかなと思います。ではですね、入学するにはどうしたらいいのかというところをちょっとご紹介していきますね。はい。本学ではですね、ちょっとこちら、いろんな情報があるので、こちらですね。はい。本学では、まず、入学試験はなく、書類審査になります。そして、すべての出願書類を受け付け後、4から8週間で審査結果を通知します。そして、入学 年月日、タイミングの約1年前から願書受付が開始されます。
はい。ということなんですけれども、まずですね、本学では入学試験というものはなく、すべてがもう書類審査になります。書類審査のみです。で、まあ、学業成績ですね、あと、TOEFL や IELTS などの英語能力試験のスコア、そしてエッセイ、まあ、そういったものの総合評価によって合否が決まります。で、まあ、入学のね、前に、まあ、出願手続き等で、出される書類の中に、まあ、面接とか含まれないんですかっていうことに、ね、聞かれますけれども、そういったものもなく、すべてが書類審査ですので、全世界いろんなところから、出願が可能になります。で、出願、締め切り日のね、最後の最後まで、全員の願書が揃うまで待たずに、もう書類がすべて揃った方、出願書類が揃った方から、もう審査が始まってしまいます。そして、4から8週間で審査の結果を通知する、っていうことですね。で、まあ、入学するタイミングの1年前から願書が受け付けられるということなので、もう本当にですね、早い方で、高校3年生に上がられた、まあ、その4月ですね、に、書類が全部揃った方というのは、もう審査を受けて、ゴールデンウィークまでに、合否の結果を受け取る。そんな方も少なくありません。で、まあ、こちら、あります通り、今、他大学で学んでらっしゃる方というのも、編入学ですね、受けていただけます。で、編入学の方も同じく書類審査のみですね。で、今通っている大学の単位というのも持ってくることができますので、まあ、1年生からではなく、もう2年生から3年生から始める。そんな感じになるかと思います。で、こちらごく一部ですけれども、こちらね、出身の大学で出しております。で、まあ、本学はですね、アメリカ本校、日本校、イタリア校もですね、すべて3学期制で運営されています。で、入学1年前から、願書受付ということで、今現在ですね、願書受け付けているのが、来年の5月、そして9月、さらに2022年の1月入学というのも願書受付、開始されております。で、どの学期から始めてもですね、1年生として、クラスが取れるように、学内はすべて、環境整っておりますね。クラスが開講されていますので、本当に自分のこう入学したい学期を選んで、願書を出してみてください。出すようにしてください。で、まあ、どういった書類を出すのかですね、あと、まあ、その学費なんかの費用についてもですね、詳しい情報というのはこちらですね、QR コードを読み取って、ぜひ、本学のホームページで確認をしてください。ちょっと今日ですね、ご説明するには、情報量が多すぎまして、ちょっと割愛させていただきました。で、大学案内も無料で取り寄せることができるので、ぜひ、取り寄せてみてください。で、まあ、アメリカの大学、全般共通していることなんですけれども、他の大学との併願も、可能です。ですので、まず合格をしてからですね、実際にどこの大学に通おうかなというのをしっかりと悩んで、考えてみていただいても結構です。で、入学金も、まあ、入学する、した後にお支払いということで、日本の大学のようにね、入学、合格通知を受け取ってからすぐに何十万を振り込むっていう、必要はございませんので、いろいろ見ていただけるかと思います。で、まあ、ちょっとこちらもですね、最後ご紹介したいんですけれども、今現在、社会人だ、他の大学に通っているんだ、という方ですね。あと、まあ、高校卒業した後にギャップイヤーの間にいらっしゃる方です。そういった方々に30単位まででしたら、興味のある科目をですね、履修できる、ノンディグリースイーキングアドミッションという制度もこちら用意しております。で、テンプル大学にこれはですね、入学する、正式に入学するわけではないので、入学金の納付は必要ありません。で、まあ、30単位未満で、そうですね、学費と、あと、まあ、施設、使用料などの諸経費だけで、30単位まででしたら授業を、履修できるという制度なんですけれども、まあ、今ね、他の海外の大学に、合格しているんだけれども、コロナの影響で渡航ができない、そんな方にも、日本にいる間からですね、ちょっとでも、大学の単位を取ってもらえる、そんな機会になるかなと思いますので、ぜひ、ご活用いただきたいなと思います。はい。で、そして最後にですね、まだ、大学、行く前にですね、
英語力アップを目指したいという方に向けて、講座をご紹介したいと思います。ただいま日本校ではですね、こちらの講座、完全オンライン型のものと完全対面型のもの、この2種類のトラックで、様々な英語講座を開講しています。で、ここにあるものもですね、ごく一部ですので、ぜひ、右下の QR コードを読んでですね、他の講座もいろいろ調べてみてください。きっとぴったりのものが見つかると思います。そしてアメリカ本校ですね、現地の方でも英語力アップのプログラムを用意していますので、ぜひアメリカ本校の服部さんにご紹介してもらいたいと思います。では服部さん、お願いします。はい、改めまして、メインキャンパス TCALC の服部です。TCALC の正式名はテンプルユニバーシティセンターフォーアメリカンランゲージアンカルチャーと言います。ちょっと長いので略して TCALC と呼んでいます。それではここからは、アメリカメインキャンパスでの留学についてお話ししていきたいと思います。ではまず最初に、キャンパスと、フィラデルフィアの様子をビデオでご覧ください。Independence. Defined in Philadelphia in 1776 and practiced by Temple students every day. So, when we say Temple is part of Philadelphia,We're not just talking a mailing address. We live this city. はい、いかがでしたか。キャンパスと街の様子が少しお分かりになったでしょうか。では次に、フィラデルフィアはどんなところなのか、簡単に説明していきたいと思います。テンプル大学メインキャンパスのあるここフィラデルフィアは、アメリカ東海岸で2番目に大きな都市です。皆さんよくご存知だと思いますけれど、ナショナルジオグラフィックでは今年、2020年に行ってみたいアメリカの街に呼ばれています。またアメリカ合衆国誕生の地ということで、歴史はもちろんのこと、様々なスタイルの芸術、食文化、美術館や音楽に溢れた街ですね。ここでは、様々な文化に触れながら、活気のある街の中でアメリカ独特のキャンパスで留学を楽しむことができます。また郊外にも面白いところがたくさんありまして、例えば皆さんは、ハーシーズキスのチョコレートご存知でしょうか。このチョコレートはフィラデルフィアから2時間ほどのところにあるハーシーという町で生まれました。テーマパークなどもあり、週末にちょっと遊びに行けるような距離になっています。では次にTCALC の留学について少しお話ししたいと思います。はい、世界中からたくさんの留学生が TCALC で学んでいます。TCALC が人気のある理由は何だと思いますか。アンケートを取ってみました。1番は TCALC ではクラスメート、先生やスタッフがアメリカでの大家族のようなアットホームさがあるということみたいです。次に経験豊かなインストラクターと1対1でリアルタイムのやり取りがいつでもできる。またクラスが少人数制なので会話に参加しやすい。国際色が豊かである。また個人的に補習が受けられる。キャンパスの中や外で様々なイベントに参加できる。などなどたくさんの理由が挙げられています。こちら画面に出ているのは TCALC のプログラムの一部になっています。ご覧のように高校生用のプログラム、大学へのブリッジプログラム、短期留学プログラム、オンライン型プログラムなどたくさんのプログラムがあるので、
皆さんが探しているプログラムが必ず見つかることと思います。それぞれのプログラムの説明もこれからしていきたいと思います。では次のスライドをご覧ください。はい、プログラムの説明を始める前に T-GALP の素晴らしいインストラクターたちの話にお話をちょっとしたいと思います。経験豊富な T-GALP の先生たちは生徒一人一人が必ず目的を達成できるように情熱を持って指導しています。ここで先生の一人のエレン・ポルスキー先生を紹介したいと思います。先生自身もテンプル大学の卒業生です。先生が T-GALP で教えていて一番楽しいのはずっとつまずいていた問題がやっと理解できた時の生徒の顔を見れる瞬間、また T-GALP の生徒たちがテンプル大学の一員として徐々に成長していく姿を見れることだそうです。では次にそれぞれのプログラムの説明に入りたいと思います。はい、まずはですね、高校生用のプログラムを2つご紹介します。このプログラムは米国国務省がスポンサーをしており、テンプルはこの特別のプログラムがある数少ない大学の一つです。まずは画面左側をご覧ください。こちら Education USA Academy Connect、 こちらオンライン型4週間冬のプログラムになっています。2021年度の冬の日程は決まりました。1月18日から2月12日を予定しております。このプログラムはオンライン型のみということで、とても授業料がとてもリーズナブルになっております。このプログラムではアメリカの大学での願書の出し方、クラスの取り方、学生生活なども学ぶことができます。またプレゼンテーション の練習を通して英語力をアップするとともに、将来の留学に対する自信をつけることもできます。また画面右側ですね、もう一つのプログラムは Education USA Academy、 こちらは対面型3週間の夏のプログラムになっています。ビザはエスタでの参加となります。こちらのプログラムでは2種類のコースから選択していただきます。1つ目はタイラースクールオブアートによるアートとデザインのコース、もう1つはプレゼンテーションとリサーチを重視した大学準備コースとなっています。このプログラムでは学生の皆さんに現地の高校生と一緒に学生寮に住んでいただきます。クラスは全てメインキャンパスで行われています。他の大学への訪問、またニューヨークやフィラデルフィアなどの観光もあり、たくさんのイベントなども含まれた楽しいプログラムですね。またオンラインでのアカデミーコネクトに参加された方は、アメリカでの対面型のアカデミーを300ドルディスカウントして参加することができます。そうですね、画面下の方にですね、去年2019年度に参加してくれた内琥珀くんからの、コメントが載っています。アカデミーで知り合ったクラスメートたちとは今でも連絡を取っていて、将来はそれぞれの国を旅してみんなと再会するのが夢だそうです。はい、では次に T-GALP の集中プログラムの説明に入りたいと思います。はい、このプログラム、インテンシブ・イングリッシュ・ランゲージ・プログラム、略して IELP と呼んでいます。このプログラムは1974年に始まりました。かなり長い歴史のあるプログラムです。このプログラムには現在、オンライン型と対面型の両方があります。ワンセッションが7週間、7週間のセッションが1年に6回あります。短期間で英語力をアップできるようにカリキュラムも作られています。ちなみに次のセッションは2021年1月11日スタートになっています。他のセッションの詳しい日程などはぜひT-GALP のホームページでご覧になってください。はい、またですね、IELP から大学へ進むという方法もありますので、ご興味のある方はぜひご連絡ください。また、詳しく説明させていただきたいと思います。特にですね、オンライン型の場合ですけれど、こちらは16歳以上であればどなたでも参加できます。気軽にご自宅からワンクラスからの受講が可能になっています。
申し込みもすべてオンラインで簡単にできるようになっていますね。で、もし他のプログラムどうかなってお考えの方は、まずこちらオンライン型で、クラスを一つ取って、どんなクラスかなって感じで、そこから決めてもいいんではないかなと思います。このオンラインクラスですけれど、自分のスケジュールや予算に合わせてクラスを選択できますし、目的に合ったクラスからも選択できます。例えばどのようなクラスがあるかというと、従来の基礎英語に加えまして、TOEFL 準備クラス、ビジネス英語クラス、発音重視、プレゼンテーションなどなどたくさん、その他たくさんの選択肢があります。では次に短期プログラムを3つ紹介させていただきます。こちらはですね、冬と夏の4週間の短期プログラムになります。日程はこちらに出ていないんですけれど、通常冬は1月から2月、夏は6月から8月にかけてとなります。もし日程が日本の学校のスケジュールと合わない場合、カスタマイズすることも可能だと思いますので、興味のある方はぜひご連絡ください。まず1つ目ですけれど、画面左側、アメリカンカルチャーアットテンプル ACT のプログラムですね。こちらは対面型のみのプログラムになります。ビザはエスタでの参加になりますね。こちらはですね、英語学習はもちろんのこと、アメリカの文化もしっかり学びたいという方に最適なプログラムです。ワシントン DC やニューヨーク観光、また美術館巡り、野球観戦、ビーチでのピクニックなど、アメリカならではのイベントもたくさん入った楽しいプログラムです。次にですね、画面中央に出てますスーパーインテンシブイングリッシュ、こちらは対面型とオンライン型の両方があります。このプログラムは短期間で集中して英語全般をしっかり勉強したい方に最適なプログラムです。スーパーインテンシブの文字通り、超集中英語学習のプログラムになっています。はい、最後、右側ですね、画面右側に出てますグラジュエートアカデミックイングリッシュ、こちらのプログラムは、対面型のみですね。こちらのプログラムは在学院の進学が決まった方、もしくはこれから考えている方に最適なプログラムです。大学院で必要な英語力と自信を身につけ、大学院でのクラスに向けての準備をしていくことができるプログラムですね。はい、以上、本当にざっとでしたが、メインキャンパス TCALC のプログラムを説明させていただきました。現在ですね、オンラインで無料体験レッスンを実施しています。オンラインクラスのもっと詳しい情報、または無料体験レッスンの申し込みは、画面右下に出てます QR コードよりお願いします。またよろしければぜひ SNS でフォローしてください。毎週月曜日にはボキャブマンデーと言いまして、月曜日の単語コーナーなども毎週更新しています。また自由に参加できるバーチャルイベントなどのお知らせもあるので、ぜひ SNS でチェックしてみてください。はい、本日はテンプルジャパンとテンプル大学本校のセミナーにご参加いただきありがとうございました。東京、フィラデルフィア、またその他のキャンパスでお会いできるのを楽しみにしております。では今から Q&A のセッションに移りたいと思います。はい、じゃあ大丈夫ですかね。なんか質問がもう3つほど来ているので、順に答えさせていただければと思うんですけれども、よろしいですかね。まず1つ目ですね、アートの、あ、ちょっと消えてしまいました。あ、はい。アート学科も絵の実技試験なく入学できるということでしょうか。はい。こちら、うちのですね、本学のアート学科というのは、実技なく、まずゼロ知識から、勉強していくことができますので、全くその実技の試験は、ございません。むしろ、高校での勉強ですね。しっかりとその、読む、書くっていうそのスキルというのも、測りますので、やはり学校での勉強をしっかりと頑張って、受験に臨んでいただきたいなと思います。
日本のちょっとね、美大とはかなり違った流れになるんですけれども、アメリカの大学はほとんどこんな感じですね。リベラルアーツの大学ですとこんな感じになります。はい。で、次のご質問。ゴールデンウィークまでに合否の結果を受け取られるような高校生の中には、日本の大学と併願する方もいらっしゃいますか？たくさんおられます。それこそ本当に皆さんよく聞いたことがあるような、大学ですね。国際系のプログラムを持たれている大学と併願をされた上で、まあ、テンプルを選んでくださる方もたくさん、おられますね。なので、全くそれは併願は構わないです。で、実際にじゃあ他の大学に行くとなってもですね、特に何かプラス追加で費用を払ってくださいということはございませんので、まあそれも、ご本人ですね、ベストな学校をぜひ選んでいただきたいなと思います。で、次の質問、高校生のためのプログラムの時間帯を教えてくださいということですけれども、これはどうでしょうね、私の方ですかね、それとも、服部さんの方ですか、アメリカ本校の方ですかね。まず、日本語の、講座に関してはですね、高校生向けのプログラムで言うと AP ハイスクールというのがあるんですけれども、それは火曜日と木曜日の、夜6時半から、8時半の間になります。で、1月から始まる講座というのがですね、1月7日から3月の30日。までなんですけど、ペーパーライティングですね、リーディングライティングベースのクラスになります。これもですね、首都圏、まあ、対面型の方は、首都圏の高校に通われる高校生の方がみんなこう集まって一緒に勉強するっていう、すごく刺激的な、プログラムなので、ぜひ、皆さん楽しいのでね、参加してみてください。オンラインもなかなか、工夫に富んでて、全然そのね、なんでしょうね。想像しているものと違うと思います。本当に楽しいって皆さんおっしゃってますね。ぜひ、ご活用ください。はい。で、アメリカ校で開講される日本、高校生向けの短期オンラインプログラムについて、日本時間では開始時間は何時になりますか？これじゃあ、はい、これですね。ディレクターが同席してますので、ちょっと聞いてみたいと思います。ジャッキー。Can you hear? I can. Can you hear me? Yes. So we have a question. So, for online, high school program, online program, do you know what time the class is going to start in? Do you know the schedule? Yeah. So the schedule is going to range right now. We're looking at between 8 to 12 in the morning, our time, Eastern time.So it's going to be nighttime in Japan. It probably will. So what it's going to be, we're still working it out with the other, there's two other institutions who are offering the same program. And so what we're working out with them is making sure that there's times that fit all around the world, right? So I'm not sure who's doing what yet.Exactly. OK、はい、okay. じゃ今ですね、回答がありました、アメリカ校での高校生向けのオンラインプログラムはまだ時間調整中なのですが、だいたい日本時間では夜8時から9時に、10時、そのぐらいの時間を予定しています。でまた、はっきり決まり次第、またウェブページでお知らせすることになります。また次の質問も、アメリカ校でいいんですかね、オンライン高校生プログラムや日本以外からの学生もいらっしゃいますか？はい、アメリカ校では日本以外からもたくさんの国から南アメリカ、ヨーロッパ系たくさんの国からも参加しています。なんか日本校の方もちょっとご紹介できればと思うんですけど、日本校のオンラインプログラムは多分ほとんどが日本の方になるかと思いますけれども、まあ、今本当にこのコロナの間だけなんですね、オンライン授業っていうのをやっているのがね。なので、まあちょっと私たちもまだ読めずにいますけれども、もしかしたら、ちょっと周辺の国のアジア圏の方が参加されるかなっていうちょっと期待はありますけれども、どうでしょうかね。ちょっと様子を見てみましょう。はい。
じゃあ次の質問ですね。奨学金について教えてください。こちら日本校の方かなと思うんですけれども、大学の入学において、奨学金を私ども付与しております。すべて、テンプル大学から出る奨学金は返済不要、完全給付型になります。で、まず2種類ありまして、入学するとき、出願するときに申し込むタイプのものと、あと、入学してからですね、在学生向けの奨学金、申し込めるものというのが、2種類あるんですね。で、出願するときに申し込めるものというのは、学費が、全額もしくは半額免除、あと入学金相当の金額が免除になるというものが、あるんですけれども、それらはですね、出願するときに出していただく、その書類ですね、学校の成績だとか、あとトーフル、アイルツのスコアだとか、そういったものに加えて、学校の先生方から推薦書というものを、いただいてください。すべて英語になります。審査する先生が全員英語話者になりますので、英語での推薦書が必要になってきますね。あと、履歴書なんか、自分の強みっていうのを PR する意味で、そのアピールする意味で、出していただく場合もございます。はい。でも、奨学金はですね、ぜひ、頑張って獲得してください。で、もし、ダメだとしても、入学した後にね、在学生向けの奨学金もあるということをご紹介しておきます。日本校で入学して卒業本校で希望する場合に、英語力の、規定はありますか？また何年次から移れるというような規定はありますか？こちらはですね、英語力自体は日本校に入るときの、要件とアメリカ校の要件ほとんど一緒なんですけれども、TOEFL、IBT ですと79点、IELTS で 6.0 ですね。で、ここに若干満たない人たちが、ブリッジプログラムという、条件付き入学で、入ってこられていますけれども、やはり、TOEFL の、TOEFL、IELTS、それらの、規定をクリアした上で、日本校に入学してしまえば、あとはもう TOEFL 再提出ということはございません。希望する学期ですね、学期、1学期単位で、移動して留学することができます。で、何年次から移れるというような、リクワイメントですね。ありませんけれども、一つですね、一つ言いますか、ちょっと、このクラスだけを必ず終えていてくださいねっていう、ちょっとね、クラスのリストがあるんですね。それらと、あと、GPA の要件なんかを満たさなきゃいけないので、早い方で、おそらく1年生の3学期目とか、2年生になってからですかね、行かれる方が、多いのかなと。一番多いのはやはり2年の後半、3年生から行かれるっていう人が多いかなと思います。で、そのまま行って、向こうが良ければ向こうで卒業っていうのもいいですし、1学期、2学期、1年、2年行って、日本校に帰ってきて卒業っていうのでも、それは自由にしていただいて構いません。で、奨学金について教えてくださいというご質問がちょっと続いてますので、先ほど申し上げた通りですね、全額付与、半額付与、あと入学金相当が、付与されるというものがあります。返済不要です。で、ノンディグリー、コースは仕事をしながら仕事が終わって夜間に取れる科目などはありますかということなんですけれども、クラスはですね、ものによっては夕方にあるものもあるんですけれども、大半が昼間ですね、平日の日中になりますので、やはり、ちょっとお仕事をしながらっていうところで調整が、していただかなければいけないかなと思います。で、やはりコロナの中でオンラインクラスというのもたくさんやっておりますので、そういったものをちょっとこう、活用されながら、調整をいただきたいなと思います。で、こちらですね。1年前に出願して合格が出た場合、入学の意思決定は日本の一般の大学受験結果が出るまで待ってもらえるのでしょうか？合格しても悩んでいただいて結構です、ね、言いましたけれども、大体ですね、お答えやはりいただきたいのは、入学する、学期が始まる、そうですね、前にはできれば教えていただきたいですね。なので、例えば夏学期、5月入学の場合は、ゴールデンウィークぐらいには、もし辞退される場合ですね、入学辞退の場合は、それまでにお知らせください。何もご連絡がなければ、入学されるんだなというところで、こちら準備をしておきます。
で、入学金自体はですね、入学後、一番最初の学期の学費と一緒に合わせて請求という形になりますので、特にですね、入学するっていう意思を伝えるために、ね、いくらか振り込んでくださいということはないんですね。入学辞退される場合も特に費用は発生しません。なので合格通知をもらってから入学するまで、するまでですね、一切何も手続きは必要ございませんので、ただ、英語の勉強も引き続きちょっとこう、頑張っていただいて、入学準備に向けて、ちょっとこうね、いろいろ、教科書を、教科書はまだ買わなくていいですけど、パソコンをちょっとこう、準備してみたりだとか、いろんな、大学生活に向けて、ちょっと準備を整えていただきたいなと思います。はい。本当にね、今日お伝えしきれなかった、テンプルの魅力なんかもたくさんあります。オンラインと、あと対面型と両方でですね、大学説明会も順次行っておりますので、ぜひ、一度ですね、ご参加いただきたいと思います。で、TCALC、アメリカ本校の、英語のプログラムですね、こちらも本当に、世界中の人たちと、一緒に、学べるという良さがありますね。とても楽しいプログラムなので、ぜひ参加していただきたいと思います。